ちゃくん、ぽんちゃん、おはよう。おはよう。今日は曇りです。なんか暑いんだか寒いんだか、暑いまではいかないけど、あったかいんだか寒いんだかよくわからない。今日は21度だそうですよ。でもね、急にちょっとふーって寒くなったりとかしたんだけど、あ、まあ窓が、ドアが開いたりすると風が、冷たい風が、この部屋の中もだって温度21.9。 微妙。さあ、起きましょうか。20度以上あると高いよね。じゃんくん、お天気は曇りですが穏やかな日です。ぐっすり寝ています。こちらもぐるぐる喉を鳴らしながら寝ています。ジャン君、今朝ジャン君は、クロケンパパの布団の中に入ってきました。布団の中にただ入るんではなくて、どん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 奥に入ってですね、足の間まで行ってしまいました。でちょっとするとやっぱり不安になるのか、出てくるんですけれども、その時に、できるだけ怖がらせないようにですね、隙間をこう、明かりをこうトンネルのように開けて、そこを出るようにしました。2回やりましたよ。ポンちゃんのふみふみを撮影している、 iPhone を撮影しているカメラです。ちょっとまたピントが、ポンちゃんのピントはなかなかいません。ポンちゃん、ポンちゃん、そしてポンちゃんの顔がもう一つよくわかりません。ポンちゃん、頑張るポンちゃん。この辺にピント合わせよう。頑張れ頑張れポンちゃん。ポンちゃんふみふみ。この音もね、プチプチいう音もね。長いね今日。いつも長いのポンちゃん。ということでですね、今日は、フォークソング同好会、またラーメン屋さんバージョンということで、出かけることになっています。いっぱい荷物があります。あ、自転車のね、空気を入れようと思ってたの忘れてた。暗くなるとなんかもうちょっと気持ちがね。うん、明るい時に明日でも明後日でも入れます。風も一眠りする襟を立てて、ブースでも。さあ、お休みの時間かな。